やっはろー、どうもこんにちは。アニメリアク職人こと町田の山です。はい、現在11月2日水曜午後1時4分です。はい、ただいまね、ジャストビコーズ見てるところなんですけれども、2週間前かな、生配信の時にね、ナイトスクープ見ましたか、めっちゃ泣けましたよと。で、ちょっと先週、先々週の分で、先々週です、今頃書いてるかもしれませんけど、今見てたんですけども、多分これやろうなと思って、はい、ファンレターの女の子は今というやつですね。多分これじゃないかなと思うんでね、見ていこうと思います。録画した分だね、この1本だけ見ます。はい、それでは行きたいと思います。3、2、1、スタート。はい、今の依頼文のところからです。久しぶりに2週間見なかったんでね。わかる。子供からの手紙ってほんまにパワーになりますからね。ちなみにこれの前が18歳の相撲取りになりた男の子でした。で、多分この後がなんか戦隊の歌を47曲歌とかやつだから、多分これちゃうかな、泣けるって言われてた。なんで二人とも短パンやねん。9歳ぐらいがホテルマンのファン。ああ、いい、かわいい。お部屋ありがとうございます、すごく嬉しいです。めっちゃかわいいやんこれ。いつもでございます。大変でしたら休んでもいいですよ。なんでこんな怖いやねん、いきなり。あ、ファンレター送れた女の子に持ち上げたホテルマンか。ちょっとここ書き直そうか。4年、今中。
中1ぐらい、まあ、9歳やとしたら中1中2近所に引っ越したのね。京都府。あれこれ影山じゃない、これ今の影山の交差点やろ、ちゃうかな、影山っぽかったぞ。なってへんのじゃこれ。依頼者高っ、20歳20歳って言ったよ。え？もう見つかった？早っ。どこやこれ。池本さん。サンディ。こう影山やとしたらサンディあるぞ。よく行くサンディ。衣笠や。この家。この家知ってる。衣笠の向かいやん。知ってる、知ってる、この家。衣笠に映ってんの。小倉やで、小倉。ああ、知ってるっぽいね。おお。あ、すげえ、名前まで。これ嬉しいな。え、この辺で学校やったら北宇治中ちゃうんかい。北宇治中か宇治中やぞこれ。え、うわ、めっちゃいいね。知ってる場所。泣けると思ってみたら知ってる場所。中二なんやね。あ、北宇治や、北宇治やな。
おお。早い。きな人やったい。もう北宇治って書いたもんね。やったんや。まあまあそれまあそれそらそうや。いや、ちょっと送ってくれ。ああ、まあまあ、泣きはせんかったけど、ぐっときたし。そんなんあった？すごいな。はい。いや、ちょっとグッとね、来ましたけども、むちゃくちゃ知ってる家やってびっくりしました。そっちやわ。そっちやわ。何回もあそこ通ってるわ。ね、ほんでやっぱ北宇治中でしたね。ここに北宇治って書いてましたけども。そうか。ある意味では、なかなか当たり引かないですね、こういう回。僕は生配信の時にね、先週のナイトスクープ見ましたかと、先週の生配信ですよ。だからこれ先々週の放送ですけども、泣けましたと。で、ちなみに先週の分も泣けるやつがあったらしいんで、ちょっとこの後ですね、見てまたちょっとリアクション取ろうかなと思うんですけども、知ってる場所が出てきた人はこういうリアクション取るっていうものが取れたんじゃないでしょうか。サンディなんか何回も買い物行ってますしね。 うちの母が御用達のスーパーでした。 で、さっき衣笠言うて、衣笠なんかもう自分が小学生、まあ中学生の時には、あるね、あるある。で、僕がもともと20歳21の時にね、一緒に音楽やってた、まあ、女子がいたんですけども、それは北宇治中の女子やったんですけどね、7個下のちょっとストリートやってて知り合って、その相方の、親友が大前久美子と同じ大前さんやったんですけどね、この近くです。 今何してんの、お前さん。1回か2回しか会ったことなかったですけどね。という、はい、皆さんにとってはどうでもいい
思い出が蘇りました。まあいい話でしたね。やっぱ子供からの手紙ってめちゃくちゃいいんですよ。自分もこの携帯のね、ここにずっと子供からもらった手紙入れてます。ただこれちょっとね、8月14日の辰野市での大道芸の時に、自分の時だけどっしゃ降り、滝みたいな雨降ってね、通り雨がもう滲んでしまいましたけどもね、もうほんまこれね、いいんですよ、この子供からの手紙。これほんまにこれお守り代わりに入れてます。はい、やっぱりね、子供からもらった手紙っていうのはほんまにパワーになりますからね、これからも、もらえるようにね、頑張ってパフォーマー人生歩んでいきたいと思います。何の話やねん。はい、以上、ナイトスクープ2022年10月14日放送分、ファンレターをくれた女の子にもう一度会いたいホテルマンでした。よかったらチャンネル登録、高評価、またコメントなどよろしくお願いします。はい、で、ここから僕の自己紹介になるんでね、興味のある方は切ってください。はい、僕は子供向けパフォーマーであり、大道芸人やってます。で、普段保育園、幼稚園、小学校、子供会などで、やればできる、諦めないを伝えてくれてね、パフォーマンスしてるんですけれども、現在はコロナの影響で、2年9ヶ月近く、仕事全くありません。貯金だけでなんとかやってます。はい、まあそんな中でね、いつの間にか始めた、まあアニメのリアクション。まあたまにアニメ以外もやりますけどもね。ですけれども、今日で951日やってます。が、去年ね、2000本以上の動画を失うというね、悲劇を乗り越えてやってるんですけれども、13年以上続けてきたこの大道芸人チャンネルでね、スタートしたがために、はい、今こちらをサブチャンネルとして残して、9月13日、新たにですね、パフォーマーとしてのチャンネルね、設立しました。こっちも1000人以上の登録目指してますんで、何卒皆様のご協力、応援のほどよろしくお願いします。説明文に URL 貼ってますんでね、ピッとクリックしていただいて、ぜひチャンネル登録お願いいたします。はい、毎日19時にね、1本だけ動画投稿してます。はい、で、過去のアニメのリアクション動画、再生リストの作品別にまとめてますんで、こちらもチェックしてみてください。以上、アニメリアク職人こと、マジラジオ浜下さんがご視聴ありがとうございました。それでは、失礼します。